どういう感じなのかまだ頭にスッと入ってこないんで、ね、実際に動いているように欲しくなるかなとは、うんうん、足引っ張りやがったら承知しねえぞ。あ、かっこいい。あ、達人まで来てもらってもいい。はい、わかりました。新人でやりまして、はい、はい、感じの。おお、うん、動いとるでおい。おお、通常攻撃もリーチ長っ。ええー、それで振動状態に。うわ、半面の攻撃横に結構幅がありますね。あとは長押しでも変わります。うわ、縦に長くなる。だ、守ってみろと言ったろ。入ってもらって、はいはい、敵がいても、敵が来たら、はい、回復するという。本当だ、本当だ。敵を無視して回復できる。ギュンギュンいってますよ、これ。強化も、強化もできますね。おー、強いな。新時代だ、新時代。これでだってゲットできるかもしれない。あの防御力 18% とかつけておけば、なかなか倒れない。うん、うわ、じゃあ、また取りますね。ダッシュしてもらっていいですか。救援使いますよ、今ダッシュしてますよね。うわぁ、振動状態まで入ってしまう。俺の力を見せてやるよ。振動状態です。半端目の効果音かっこいいですね。じゃあ二陣を取りますね。次ちょっとスキル2を使おうと思う。スキル2、ちょっと待ってね、うんうん、ここが見やすいかな、この辺が見やすいかな。ちょっと待ってね。じゃあ取り始めてもらっていいですか。取り始めてもらってスキル2使いますよ。邪魔だな。おお、シールドってこういうことか。力がダッシュできなくなるというすごいすごい物理。こういうこともなっております。じゃあちょっとゾロやるとみるか。アシュラの特性変化の色。特性変化はゾロはやっぱりあの赤青緑にだけ属性変化するので、白と黒に属性変化することはない。はい、うわ、はい、そっか。金攻撃、うわ、命がいらねえ。うわ、前に出ろ、邪魔だ。うわ、すごい。じゃあキング来てもらって、はい、取りに行きますね。うん、スキル2が相当強そうな気配しますね。離れたとこ行かれちゃったらもうどうしようもないよ、これはもう、うん、2マップチェックしておいて、本当に最後の最後逆転狙ってくるところを全部阻止できるから。じゃあキングいいよ、取って。はい、じゃあ取ります。91です。妨害が多段なのでキングのあのシールドも剥がすことができます。おお、キング使ってる方多いですもん ね。そうですね、まあ、なんで非常にお宝を守ることに長けてます。邪魔だな、おい、邪魔だなこのシールド。非常に強力なキャラクターになってます。でグラグラ状態にすると体力も回復していくので。うわ、あ、なるほど。命がいらねえやつは前に出ろ。親子対これは味方に白ひげいるとすごい嬉しいやつですね。はい、そうなっております。以上です。わー、すごい。これは強そうだぞ。